今回に、はめ込み口下部分に力センサーを付けております。はめ込む際に発生する力を、その力センサーで認識し、ロボットはネジをはめ込んでいきます。力センサーにかかる力は、テーブル手前側にありますモニターに表示されますので、実物と合わせて、比較していただくと、分かりやすいかと思います。挿入システムについてご説明します。このシステム、コンベア上にあります、白い丸い挿入、こちらを、内蔵している IR ビジョン視覚センサーカメラで認識し、補正動作を行ってロボットが取り出しております。取り出したパッキンは、赤色のキャップの中に、挿入しております。IR ビジョン視覚センサーカメラで認識したパッキンを認識している様子は、頭上にありますモニターに表示されております。ちょうどこの緑色の光の枠が、センサーに非常に入るんですが、